お花紙で作る特大の梅の花です。とても大きいので簡単に作ることができ華やかです。まずおしべを作りましょう。黄色のお花紙を半分に切ります。2枚重ねにして蛇腹に折っていきましょう。それを半分に切って、そのうちの一つを真ん中で折ります。折り目の反対側に深さ15ミリくらいの切り込みを細かく入れたら、広げて真ん中をホッチキスで留めます。2枚重ねになっているお花紙を開いていきます。指先が滑りやすいときは、ハンドクリームなどをつけてください。破れないように気をつけながら、しっかり根元まで開きます。紙の表面をよく見て、つるつる光沢がある方を上にしておき、真ん中をぎゅっと押さえます。次に花びらを作ります。赤いお花紙を2枚重ねにして、6等分の蛇腹折りにします。蛇腹折り型紙を作り、それに挟んで折ると簡単でたくさん作るのに便利です。真ん中で折って、輪になっていない方から角を丸く切り落とし、花びらの形にします。開いて真ん中をホッチキスで留めたら、あとはおしべを作った時と同じようにして開いていきます。最後に真ん中を指で押さえ、花びらを整えます。中心に液体のりをつけ、おしべを貼り付けると、八重咲きの梅の花の出来上がりです。少し面倒ですが、つぼみも作っておきましょう。つながっている花びらの根元を1枚ずつ裂いて切り離しておきます。スティックのりを使って花びらと花びらが重なるように貼り合わせていきましょう。内側の花びらを貼り合わせたら、外側の花びらも貼り合わせます。これでつぼみができました。松や竹、白い梅の花も作って飾ると、お正月らしいおめでたい感じの飾りになります。